今回は芝生の床土の話。これから芝生を張ろうと計画されている方や、すでに芝生は張ってはいるものの、水はけや芝生の健康状態に毎年悩まされている方、まずは床土から作り込んでみませんか。それもやるならこの2月から3月が最適。2月、春が待ち遠しい季節です。芝生シーズンを目前にして家を新築したばかりの方とか、または長年お庭を放置していたこともあって、今年こそ芝生を張りたいって方おられるんじゃないでしょうか。芝生は強い植物なので、今あるお庭の土にそのまま張ってもしっかり芝生っぽくなってくれます。ですが、青々とした綺麗な芝生、病害に強い芝生、長雨や乾燥に強い芝生に育てたいのであれば、芝生を植える土、床土が非常に重要になってきます。この床土作りがいい加減だと、ちょっとの雨で水たまりができたり、水はけが悪くて何日も水が引かなかったり、そのために芝が病気ばかりになってしまいます。芝生を張るのに適した季節は春か秋。春は3月から6月くらいまでが最適と言われていますが、これから芝生を張ろうと考えておられる方、この2月のうちに床土作りから始めてみませんか。またすでに芝生は張ってはいるものの、水はけや芝生の健康状態に毎年悩まされているという方も、芝生の更新作業を行うこの2月から3月の期間で一度大掛かりに床土から作り直してみませんか。芝は季節の成長に合わせて根の長さを変えています。芝が青々としている頃は根がしっかりと張っていて、剥がすのが大変です。あと芝の成長期、特に夏場ですと、芝を剥がした際に根を切ってしまったり、張り直した際に根付くまで根からの吸水量が葉からの蒸散量に追いつかないことになり、毎日水やりしても水不足で枯れてしまう恐れもあります。この2月くらいなら根も一番短くなっている時期ですし、張り直しても芝が要求する水の量も少ないので枯れる心配は少ないですね。もちろん根付くまでに時間がかかりますし、根をむき出しにすると乾燥で枯れてしまうので、芝を張り直した後は当然芽土をかぶせて適時水やりが必要です。では実際に芝生に適した床土について考えてみます。これから芝生を張ろうとしているお庭、芝生を張ってはいるけどいろいろ悩まされているお庭、そこの土はどのような状態でしょうか。もともとの庭の土を使う場合は、地方地域によって土壌の性質が異なり、場合によっては芝生に適さない土壌もあります。石ころだらけだったり、水はけの悪い粘土質だったり、家を新築した際、外構工事には摩擦地を脚土されることが多いかと思います。ゴロゴロと石が転がっている地面は見栄えが悪いので、摩擦地を薄くかぶせて平らに整地するだけで見た目が良くなりますからね。外構屋さんに芝生張りを頼んだとしても、この摩擦地の上に芝を張るというスタイルはどこの地域でも同じかと思います。でもこの摩擦地ってのも、今後何年も芝生を育てることを考えたらあまりいいとは言えません。摩擦地は踏み固めると固く締まる性質があります。固く締まった摩擦地はちょっとの雨ではぬかるむこともないため、庭などの外構工事に使われるだけでなく、学校の校庭の土にも使われたりもしています。裏を返すと、表面に浮いた水をほとんど吸わないので水たまりができやすく、長雨が続くと逆に水を吸ってぬかるんでしまい、水がはけるまでに数日かかったりします。これが芝生の根の成長を悪くしたり、病害発生の原因にもなります。逆に園芸や家庭菜園などで使われる培養土のような肥沃でふかふかな土が良さそうに思えるかもしれません。だけど園芸や家庭菜園、または農業も1年ごとにシーズンごとに土を入れ替えたり作り替えたり耕したりってのを前提としています。しかし芝生では
土を作り込めるのは芝生を張る前、一回きりです。腐葉土などが含まれている肥沃な土を使ったところで、1、2年でその栄養分は使い切ってしまうし、その後は普通に肥料散布が必要なので、栄養分が含まれているからという理由で肥沃な土を選択するのはあまり意味がありません。一般的に芝地の基盤となる床土の理想的な条件は、1、通気が良いこと、2、透水が良いこと、3、保水力があること、4、保肥力があること、5、土壌反応が適正であること、6、有害な化学物質を含まないこと、7、微生物の活力が高いことなどが挙げられますが、ゴルフ場やサッカー場、競技場などのスポーツターフでは、これらの条件のそれぞれについて非常に高い水準のものが要求されます。スポーツターフに要求される水準は次のようなものが挙げられます。 1. 凹凸のない均一な芝生面であること、 2. 降雨中やその直後でもプレーが可能なこと、 3. 窪地に水がたまらないこと、 4. ボールの落下や等圧で跡が残らないこと、 5. スポーツの際に必要なクッション性、感触を持ち備えていること。これらの条件を満たす床土は人工的に作られた床土しか考えられず、スポーツターフの床土は砂を主体にしたものにならざるを得ません。お宅のお庭が人の立ち入りを禁止した観賞用芝生ならまだしも、子供やペットが遊べる芝生でクオリティの高い芝生を目指したいなら、スポーツターフ基準で管理するのが良いです。砂主体の床土で作られたお庭の芝生は激しい等圧にも耐え、損傷からの回復が早く、クッション性、感触にも優れ、雨天でも水たまりやぬかるむことがなく、綺麗な緑色を保つことができるようになります。砂といってもいろいろな種類がありますが、芝生の床土に使うのなら学校の校庭の砂場、公園の砂場で使われるような川砂が良いのではないでしょうか。我が家でも天竜川中流域の川砂を土建屋さんから大量に購入して床土としており、普段の芝生管理に使うメスマには遠州浜の海岸から採取された遠州傾斜を使用しています。ホームセンターで芝生のメスマとして売っているようなものを床砂に使うとコストパフォーマンスがかなり悪いです。土建屋さんとかで川砂が手に入るようでしたら、かなり費用を抑えることができるかと思います。植物を育てるのに栄養たっぷりの肥沃な土が良くて、砂なんかを床土にしたら水持ちも肥料持ちも悪いし、いわゆる痩せた土地じゃないかって先入観ありますよね。でも芝生に関しては、高麗芝のような団地型芝草、ベントグラスやライグラスなどの寒地型芝草、どちらも海岸の砂浜などに自生するくらい水はけの良い土壌を好む植物です。諸説ありますが、スコットランドのリンクスと呼ばれる海岸沿いの砂丘地帯の牧草地で、羊飼いが棒で小石を打って遊んでいたのが近代ゴルフの発祥の始まりと言われていることは、ゴルフをやられている方ならご存知かと思います。海岸沿いの砂丘地帯に自生する牧草を短く刈り込んだものが芝であり、これは芝が砂地で潮風にさらされるようなところでも自生しているという事実でもあります。水はけが良いというのは、言い換えると保水性、水持ちが悪いとも言えます。砂は水持ちが悪い、肥料持ちが悪いから良くないって思っていませんか。水持ちが悪いなら水やりの頻度を上げれば良いし、肥料持ちが悪いならこまめに肥料を与えれば良い。どちらも管理する人間がコントロールできることです。砂ではなく水持ち、肥料持ちが良い土を選んだ場合、水やりの頻度、肥料散布の頻度を減らして楽になると思うかもしれません。しかし芝が必要とする水の量は同じなので、水やりの頻度が減ったとしても1回の散水量が多くなり、長時間の散水が必要です。肥料も一度に大量にまくとなると、肥料焼けや濃度障害の危険性もあります。大雨や長雨ともなると、
水持ちの良い土の床土は水はけの悪い土壌に早変わり、水やりや肥料散布の頻度、量については人間がコントロールできるのですが、雨についてはどうしようもありません。水持ちの良い土はちょっとした雨で水たまりができ、雨が上がってもなかなか水が引かなかったりします。水たまりが残る庭は立ち入ることも躊躇してしまいますし、それより問題なのは病害が発生しやすいこと。芝生の病害は雨などで芝がジメジメしている状態の時に伝染して悪化していきます。先ほどの説明の通り、水はけの良い土壌を好む芝生ですが、お宅の庭が水はけの悪い土壌だとしたら、土壌改良をするか、却土してごっそり土を入れ替えるかする必要があります。お宅の庭の広さにもよりますが、今後数十年にわたってきれいな芝生を保つことを考えたら、芝生に適した砂を却土してみたらどうでしょうか。最初に費用と労力がかかりますが、何年何十年と芝生と付き合うことを考えたら、最初に砂で床土を作り込んでおいた方が確実にハッピーになれることでしょう。ぜひ検討してみてください。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。